小賀敏彦。小賀敏彦。小賀敏彦。1967年。昭和42年11月21日から2021年。令和3年3月24日。一は、日本の柔道家。八段。関体平洋大学教授。広崎大学博士。医学。日本健康医療専門学校校長。佐賀県宮城郡北重康町。現、宮城町出身。 1992年、バルセロナオリンピック柔道男子 71kg 球金メダリスト。血液型は A 型。身長 169cm2。兄も柔道家の小賀元博。小賀隼人は長男。小賀静輝は次男。人物。世田谷学園高等学校、日本体育大学卒業。日本体育大学助手、全日本柔道女子教科コーチ。 2005年11月末退任を経て、2007年から艦隊兵用、大学体育学部体育学科教授兼助手柔道部総監督。2014年から全日本柔道連盟女子協会委員3小賀塾塾長。広崎大学大学院医学研究科後期博士課程修了。学位は博士医学。日本健康医療専門学校校長。 常に一本を取りに行く柔道と、小柄な体からの切れ味鋭い技の数々、豪快な一本背負い投げが得意技であることから、平成の三四郎の異名を取った。来歴。柔道を習っていた兄の影響で、小学1年生から柔道を始め、中学1年で上京。柔道四塾行動学者に入門する。 世田谷区立鶴巻中学校から、世田谷学園高等学校、日本体育大学体育学部武道学科に進み、在学中はそれぞれ数々のタイトルを獲得、怪我を克服しながら順調に成長する。1988年ソウルオリンピックで、オリンピック初出場するも、3回戦で、敗退、2。1990年、 当時 75kg 前後という軽量にもかかわらず、体重無差別の全日本柔道選手権大会で、重量級の選手を次々と撃破し、決勝進出。決勝で当時最重量、95kg 超級の世界チャンピオンだった小川直也と対戦、足者に仕留められ、惜しくも準優勝。小川の解雇によれば、柔道の試合で自分の体が宙に飛んだのは、 あれが生まれて初めてだという。1992年、バルセロナオリンピック選手団首相を務める。バルセロナオリンピック直前に、吉田秀彦とのランドリ中に左膝を負傷。膝の痛みに加え、運動できないことにより減量も思うようにならない。困難を乗り越え、痛み止めを打ちながら金メダルを獲得した。2 TBS テレビは、年末のスポーツ名場面ベスト100の第2位に、 この金メダルを選んでいる1位は同じバルセロナオリンピックにおける女子100メートル平泳ぎにおける岩崎京子の金メダル。1996年アトランタオリンピック選考会では一本負けを喫したが過去の実績から選出された。決勝まで進んだがジャメルブーラに敗れ金メダル2 2000年現役を引退し指導者になり、 全日本女子柔道チーム強化コーチを務める。その傍ら、2003年4月からは、子供の人間育成を目的とした長道場、小賀塾を神奈川県川崎市高津区に改塾。コーチとして2004年アテネオリンピックでは、愛で子である谷本歩美が金メダルを獲得、谷本が小賀に抱きついて喜ぶ場面が放映された。2005年8月、24時間テレビ。 愛は地球を救う、日程での企画、100人掛けを実施、72人で終了した72勝礼敗。脱水による全身痙攣でドクターストップ。最後の相手は兄だった。2007年4月からは、岡山県岡山市にある艦隊平洋大学柔道部の総監督に就任。2008年2月13日。 明治時代に活躍した徳之島出身の徳三法を称える歌、柔道一大徳三穂で CD デビューを果たした。2008年6月、東京都台東区浅草橋にある日本健康医療専門学校の校長に就任。同年、広崎大学大学院でスポーツ医学研究を始め、2012年3月に博士、医学の学位を取得。 2020年11月から2021年頃まで、園児から大学生まで幅広く柔道の指導をしていた。2021年3月24日、病気のため、川崎市の自宅で死去した4、53歳没、前年にがんの手術を行い、療養中であった。